今回ネギの保存方法について動画でお話ししたいんだけれども、うちでやってるのはっていうか結論として失敗もしたけれども結論として、これが一番いいかなと思って、ポリバケツこれに立てて保存するってこと、ね、その保存方法も土がついたまま、ちょっとこれ曲がっちゃったけれどもさ、まあ食えるから曲がっても、ね、土がついたまま、保存するっていうことなのね。特にあとは温度はなるべく涼しいところ、凍らない涼しいところでもお日様が当たる場所っていうのね。なんていうかさ、最初は米袋に入れて保存してたの。あの持ち運びもしやすいし、マックスいっぱい入れても7キロぐらいだったから、持ち運びしやすいからこれいいなってことでやってたんだけれども、で、米袋って光通さないじゃん。じゃがいもも緑にならないから、じゃがいも、お日様に当たると緑になるけど、光通さないから、じゃがいも緑にならない。ってことで、ネギ入れておいたら、今度、ネギが黄色くなっちゃったのさ。うん。だから、日が当たるような状態。光が当たる状態。だから袋に入れないで、上がね、上3分の1ぐらいは出てますよっていう状態で、こういう箱に入れて、保存してほしいなと思います。まあ、言うなれば、この白いとこあるじゃん、下の。ね、白いとこ。この白いところは日に当てず、ここは緑にするっていう形にすると、こういう風な状態でね、保存できるのね。ここは違うじゃん、全然ね。ほら。ね、こっちは全然お日様当たんないで、で、これ置いてた場所もちょっとあったかかったみたいで、だから成長しちゃったみたいで、ちょこっとね。だから光合成ができなくてこういう色になったと。まあ、要はもやしだよね。ネギのもやし。で、こっちはちゃんと寒いけれども、光がいくらか当たる状態だったから緑が保ててるっていう状況です。まあ、でも、食べられるけどね。触った感じ、そんなスカスカになってないから食べられます。で、皮がついてある状態っていうのは、この表面の皮は犠牲にして中を食べようっていうことで、こういう風にやってるんだけれども、あとはもう剥いてしまえば、普通のネギと同じ。この光合成、ちょっとできなくて黄色くなっちゃったやつも、剥けば食えます、本当に。ね。で、こうして、あとこの下の根っこのところを切り落として、上もまあ、しっかり切り落として、これでね、これで出荷もしてます。あの、相手方もいいよ、そのくらい。大丈夫、大丈夫ってね、言ってくれてるから。ね、ほら、十分、綺麗に食べれる。ちょっと、見たことない人もいるかもしれないけど、こういうね、黄色になったネギを出荷してるっていう感じですね。あの、主に、まあ、親戚だからお願いしてるって感じなんだけどもね、ホイド屋っていう居酒屋さんなんで、まあ、俺の名前出したところで、あの、おまけはしてくれないと思うけれども、ね、青森に来たらね、食べてみてもらいたいんだけど、ホイド屋っていうね、ところ。で、今、その、黄色くなったやつも、ね、袋から出して、あの、ポリバケツに、で、置いてるんだけども、だんだん表面から緑色になってきました。だから、よいしょ、黄色くなってもお日様に当てれば、こいつは生き物だから、ちゃんと緑になってくると。で、先端の方から、ね。この葉っぱを見るとね、なんか腐ったんじゃないかと思うかもしれないけど、さっきみたいに皮むいて食べれば問題ないので、ネギの保存をするってなったら、家の中でなるべく涼しい場所で、あの、立てて保存。冷蔵庫の中でも立てて保存した方がいいかもね。野菜が育てた状態にして保存すればいいと思います。まあこれは青森だからこうなんだと思うんだ。関東であれば畑の中に植えたまんま、で、食べるときに収穫すればいいと思うんで、雪もないし、霜が降りたとしても、まあ、表面の葉っぱ、先っぽの葉っぱがね、凍ったとしても、さっきみたいにカットしてしまって、ね、ほら、カットして、ね、出せば、全然問題ないし、食べられるという状況だと思うから、別にいいと思うんだけど、青森の場合は、こうやって寒いところ、この部屋だっていうか、この小屋ね、ちっちゃい小屋なんだけれども、下コンクリート張りで、断熱材も入ってない場所なんだけれども、マイナス、1度、2度とかまで行くんだけれども、特段このくらいの環境でも凍ることはないんで、まあ、とりあえず寒いところを選んで、俺は置いてます。で、じゃがいもと別で、お日様が、光が当たるように、光合成できるようにっていう形で、保存してます。まあ、何かしら参考になれば、そう、さっきまで寝てたから頭回んないんだけどもね、すごく疲れてたからさ、ね、夜間調節なら連勤して疲れたからさ、
夜も昼も仕事して疲れたからあれだけども、ね、頭はねんだけども、参考になればいいなと思ってやってます。とりあえずネギね、これは一冬は持つという方に思ってるんで、汚い葉っぱ取ればいい、ダメになった葉っぱ取ればいいっていう形でやっていけば、結構食べ物って持つものであって、これは一冬ネギね、買わなくていいだろうね。出荷する分して、こういう風にちょっと曲がりすぎたなとか、葉っぱがね、傷んでたとこちぎったやつとか、こういうね、あとこれ柔らかいのよ。柔らかくなっちゃったやつとかは自分で食べてます。食べてもお腹壊してないんで、ぜひ、こういう風に、寒いところの地域の人はね、保存してみてほしいなと思います。関東はまた違うと思うけどね。あともっと南の方に行って、西か、ね、九州とかになってくるとまた違ってくるかもしれないけど、東北とか北海道とか、北海道は逆に凍るのかな。うん。ね、まあ一番確実なのはやっぱり冷蔵庫の中で立てて保管だけども、冷蔵庫の中立てるほどの場所はないから、そういう場合であれば、ネギを、ね、よいしょ、ネギを、ね、刻んで保管するとかね、みじん切りして冷凍保存するとか、鍋用に斜めに切って袋に入れて冷凍するとか、それが一番確実かなと思います。まあ生で保存する場合は、このポリバケツに立てて入れるっていうのがベストかなと思うんで、もし保存するときは参考にしてもらえればなと思います。